さあ、関西大学行ってみたいと思います。もちろん関大といえばパラグラフ正常ですよね。まず基本は言い換え可能な表現をつないでいく。例えばこんな感じ、関西大学あれば関大と言い換え可能。もちろん関西大学は関大に言い換えられて、こうやってつないでいくんですよね。ですから関大の後ろでその説明をしたければ、例えば代名詞でつないでいくんですよね。もちろん単数と単数で言い換え可能ですね。ですから他の大学でもそうなんですが、言い換えを探すのが基本でございます。そしてその際にヒントになってくるのが対比でございます。例えば皆さん used to v を見たら、もちろん訳し方は昔よく v したものだ。もちろんご存知の方もいらっしゃるでしょうが、この後ろに省略されてますよね。この訳し方ですよね。昔よく v したものだが、今は違う。ですから後ろに but や however、それがあるはずですよね。もちろん but や however は対比。この対比は他の大学でもよく出ておりますので、もちろん関西大学でもヒントにしますね。ですからこのカッコ1とカッコ2、これを意識して今から解いていきますね。さみさん、説問の指示のご確認をお願いいたします。さみさん、先ほどの指示にもありました通り、この A が一番初っ端に来ますからね。さみさん、その A の後にこの B が続くかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん A の文頭にコモドドラゴンとありますが、これが皆さん it でつながってますよね。ですから皆さん一回代名詞で受けておりますので、もう一回普通の名詞に戻ることは考えられないですね。ですから A の後に B は来なさそうですね。皆さん A の後に C がいけるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんこの辺りでいけそうですね。代名詞で受けているにもかかわらず普通の名詞に戻っちゃってますよね。もしくはここ単数形でございますので、こちら複数にはつながらないですね。テミさん、ちょっと全体像を把握していただくために DEF と並べてみました。もう皆さん出だしの1行目でいけそうですね。こちら it で単数形で、皆さん選択肢の D のところに it がありますよね。ですから AD の順番でつながっていきそうですね。さみさん、今度は D の後をどうするかということなんですが、先ほどもコメントした通りこれがヒントですね。 used to be で、皆さんこれを見かけたら後ろに but とか however、 そして今どうなってるのかという話がやってくる可能性が高いですね。そうするとこちらの F、 皆さんがつながりそうな感じがしますね。まず皆さん however ありますよね。そして昔に対して今、そして皆さん昔考えられていたことと今考えられていることですね。しっかり対応しておりますので D の後は F ということでよろしいかと思います。サミさん、今度は F の後ろに BCE、 どれが続きそうでしょうか。皆さん B だけ取り出してみましたがどうでしょうかね。皆さん、コモドドラゴンは最後に残ったメンバーと書いてますね。この残っているという話と選択肢の B、 もちろんここにリメイニング、残っているという話がしっかり書いてますね。ですから言い換え可能になりそうですね。さあ、続いて B の後に C が続くのか E が続くのか。皆さん B の後は E が続く予感がしませんか。皆さん出だしがオールソーで追加されてますね。そして食べる話をしてますね。ですから B の一番最後の文章のフード、その食べ物つながりで B から E でよろしいですね。で、皆さん残ってる選択肢も C しかないので E の後に C とつながるはずなんですが、皆さん流れ的に問題ないか確認していただけるとよろしいかと思います。皆さん、この辺りに守る話がありますよね。で、皆さん C の出だしにも Save、 守る話がありますのでEC の順番で問題ないかと思います。さあ、お疲れ様でございました。解き方のポイントが分かっていただいたんじゃないかなって感じがします。もちろん関西大学のパラグラフ正常以外の問題も言い換えを探すのがポイントですからね。そして対比も随所に出ておりますので、この辺りを意識していただけるとよろしいかと思います。ですからノートを取る方はどうぞということで参考になさってください。